です、吉谷さんなんかね、一つね、面白い考察に出会いましたそれは、テクノロジーの進化が貧富の差を拡大するってことらしいんですよまあこれはね、確かにそうだよねって思えることがあって、えー、まあ日本を舞台に捉えてみると昔はね、みんながみんな農業をするしかなくって食べ物作ってたわけですよそこでは、怠けようと一生懸命働こうと実はそんなにね、結果に差がなかったんじゃないかなと思うんですよ うん、だから結局人力でできることって知れてるんで1日サボってもそんなに変わらなかったんだろうなと思うんですよね、うん、でも昭和の時代になってみんなサラリーマンになりましたサラリーマンで一生懸命頑張る人それから手抜きをしてサボる人そんなに大きく変わったかというと確かに頑張る人は出世ができたかもしれませんでもせいぜい平社員で入って学歴もなければねやっぱり当時は高卒とかが多かったですから そうなるとまあ課長止まりで定年退職っていうところだったんじゃないかなと思いますでサボった人も課長にはならないけれどもだけどもねなんかお情けで役係長ぐらいは与えられて係長と課長ってまあ言ってみれば一つぐらいの階級の差しかないんですよだからサボったとて結局退職金は出るし社会保障あるしみたいな感じでまあ家を養うこともできたわけですよねで、頑張って頑張張っってて出世に、 勝ち残った人も、確かに一個立ては立てただろうけども、頑張りすぎて、家に帰る暇がないぐらい、働くしかなくって、役職や責任を与えられてって感じで、まあそんなにね、幸せの度合いで言うと大差がないかなと。収入もそんなに大きくは変わらないのかな、というふうに思うんですよ。ただテクノロジーが進化して、今、あの、スマホを中心に、一人で頑張るやつは無限に頑張れるんですよね。でも、サブロードする人は、あの、まああんまり変わんないと。 そうなってくると年収100万200万の人が量産されてで、えー、年収のね、えー、1000万とか1億みたいな人がたまに出てくるみたいな感じでテクノロジーのおかげでその頑張りと頑張らない差がものすごくねこう、うん、膨張しちゃったんじゃないかなと思うんですよ。だから二極化っていうのが進んだ一因とも言えますよね。でそこにに最初に あの上り詰めた人が新しい制度を作って追っかけてこれないような仕組みをどん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 作っちゃったりとかあの株式株主資本主義って言ってね株を買える人だけがもっとお金持ちになるみたいな形にしちゃった時にもう安い株がほとんどの人に買えなくなっちゃったみたいなね投資をする余力がないよっていうふうな人も今いらるわけですよ投資どころかもう借金があるよみたいなねそうなるとこの圧倒的についた格差ってのはもう縮まらないっていうね うん、縮まるとしたらもう戦争が起きてもう世の中がぐちゃぐちゃになってまた一からドンみたいにならないとしょうがないみたいなことになっちゃうのかなと思うんですよね。うん、だからね本当にねテクノロジーが進むっていうのは豊かなことでもあるんだけどもチャンスをつかめなかった人にとってみたらテクノロジーが牙を向いて敵になってくるってことですからね。うん、だからスマホのアプリで広告こ,こういうふうにして操作したら暗号通貨買えますよっつってもややこしかったりするわけですよ。 でやめたって人はチャンスに預かれないし、一生懸命やる人は、ね、1万円が100万円になった、1000万円になったっていうふうなチャンスに預かることができるのかなってところですよね。まあじゃなくてもね、YouTube ずーっとやってテクノロジーの一つですけども、YouTube で物が売れるノウハウを手に入れたっていうのも一つのテクノロジーだと思うんですよ。テクノロジーに頑張りが加わって大きな結果となる。で、それを手に入れたら、まあ何も依存せずにね、 やってるるになる自由とか豊かさが、まあ、そこそこ手に入るようになるみたいなね組織に依存せずに自分で生きていけるっていう、まあ、最高の自由を手に入れることができるんじゃないかなと思うんですけどねテクノロジーが格差を拡大する、まあ、そんなねテーマでお話ししましたけどもいかがだったでしょうかいっらっしゃい。